Bonjour, Planta Fu Journey の花子です、もう夜だからボンソワですね。ボンソワ、今もう子供たちも寝ちゃって9時半ぐらいなんですけど、最近コメントとか DM とかで GRWM を見たいですって書いてあって、なんか新しいファッションブランド、あの MSGM みたいなって思ってこうググってみたら、Get ready with me っていう、まあ、YouTube のテーマだってことが判明しました。そう、私あの全然 YouTube を見ないので分からなくて、で明日ちょうど朝からミラノのマルシェに行く日なので、マルシェに行く朝の Get ready with me を撮ってみたいと思います。ちょっと初めてなので正しくできるか分からないんですけど、温かい目で見守ってくれたら嬉しいです。ではでは、おやすみなさい。明日ね。おはようございます。今朝の8時ぐらいです。まず朝起きたらすることはメガネを探すことです。その後に、まあ、バスルームで、コンタクトに変えて顔洗って歯を磨いて、今に至ります。ということで、子供たちを起こしていきたいと思います。すいません、まだ眉毛がないですたの、うん、何時に起きたの？もう朝じゃん。本当は今起きた？まいちゃん。本当？うん、かかったの？じゃあ一緒に着替えに行こうね。おいで。OK。はい。ママと着替えたい。うん。はい、着替えて。はい。一緒に行こう。ふわふわ、ふわふわ。ふわふわ。ふわふわ好き。うん。ふわふわ。ふわふわ。はい。うーん。よいしょ。そう、ま、着替えたら朝ごはんの準備して手伝って、これ持ってって、そま、はい、プレート持ってって。ドアのセリカポケモン、うん、そうね、
わお。赤ちゃんも食べてんのご飯？うん。シュールだ。お餅できたから持ってくね。のり巻く？あ、ちょ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 。暑いから気をつけてね。フフ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 フ行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃい。バイバイ。はあ、すっきりした。無事に子供たちも送り出したので、メイクして準備したいと思います。ミラノはすごい乾燥してるので、まあ、パリもだけどね、まずは保湿します。はい、ぴょん。これはロンドンのレリアというところの、これプロビオティクス使ってるブランドらしいです。私そんなにあのメイクとかスキンケアとか詳しくないので、結構店員さん任せで買ってるんですけど、これはオーマイクリームっていう、パリの、クリーンビューティーって言って、アニマルテストとかね、してない、そういったブランドのものです。こちらも。で、もらい物のシャネルのリフトっていうクリームです。木曜日の、マルシェのある朝は、ソーマはスイミングのクラスがあって朝だから結構早く出てくれるから、私はちょっとゆっくりいい感じなんですよね。これは頭皮マッサージです。そうそうそう、だからね、いい感じ。朝がゆっくりです、木曜日は。でこれからマルシェに行くんですけど、まあ、マルシェはちょっと遅く行くと混んできちゃうから、9時ぐらいには着きたいなと思ってます。本当はドライヤーとかした方がいいかもしれないんだけど、結構乾燥してるから、これで準備してると髪乾いちゃうんだよね。って言ったら、なんか美容に詳しい友達に怒られました。ちゃんとドライヤーかけてって言われました。でももう乾いてきてるでしょ。よし。で、日焼け止めね。オーダーステっていうブランドの日焼け止めです。SPF50PA++++++ プラス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 。4個プラスがついてる。私小さい時にガングロというかすごい日焼けして、多分紫外線貯金がすごい溜まってるから気をつけないと。一応一年中つけてはいます。でも塗り直したりとかはしてないな。これはなんか軽くていいんだけど、ちょっと白くなっちゃうんだよね。前使ってたやつがなんか品切れになっちゃった。
最近買いました。んでベース、シャネルのルブランです。そう、まあマルシェにね行くだけだったら全然すっぴんでいいんですけど、マルシェに行った後に試作をしながら作業配信って言ってインスタライブを毎週やってるので一応メイクします。私の濡れ方の適当さに注目ペタペタよしで、ファンデーションはシャネルのヌメオアンの何色 B30 ジグラだということが分かりますね。 B30 って言っても本当にちょんちょっとだけここだけ全体に塗るってことはほとんどないですね。ピッ、眉毛、眉毛はメイベリンのファッションブローで、これはなんかパリの友達にもらっても生産してない古いやつみたいなんですけど、もらい物です。でもすごい使いやすい。こう3つあって、濃いのと薄いので、これはなんかちょっとペーストみたいな、ペーストっていうのか、日本に帰ったらアートメイクしたいなと思ってます。そう、私小さい時からなんかちょっと両利き気味なところがあって、なのでメイクとかも左の顔の左は左手でやって、顔の 右側は右手でやります。みんなそうなのか、なんか顔がちょっときつめだから優しく見えるようにしたいなというふうに思ってます。なのであんまりキリってならないように、まっすぐちょっと下目、眉じゃなきゃ、できるだけキリってならないようにしてます。うん、OK で、まあ、次あげとこうかな。あ、リップ、リップ。リップバーム。お、最初につけようかね。でってやってる間に、もう髪は乾いている。なので、ちょっとヘアオイル。でダビーにつけすぎた、つけすぎると髪の毛洗ってない人ってなっちゃうから、ちょっとワックスとか、髪伸びたの、そろそろ切れなきゃ。よし、ね、リップ言ってもまだお洋服も決めてないし、どっちかな。はい、やっと見せられる顔になりました。リップはまだだけど、こんな感じで準備してます。今日は、ベリーとバナナとセロリのスムージーにします。マルシェに行く日はその後試作をするので、まあ結構試作しながら食べるじゃないですか。だからそのあんまり朝は肌に軽めにしてます。はい、で1時間後ぐらいでね、いろいろただ試作して食べ始めるから、朝は軽めにしてます。最近ミラノではイチゴも出てくるようになりました。
まあ、日本のいちごほど甘くないけどね、なんか香りは結構豊かですけどね、あんまり甘くはないんですよ。どっちかというと酸っぱい系のいちごですね。あ、一回で回ったのとか初めてじゃないですか。やっぱ今日はこんな、ピンクのスムージーです。朝ごはんが終わったので着替えます。あ、ちなみに前回ワンオペ編の動画で着てたら結構どこのですかってコメントとか DM をいただいたこのモフモフバスローブは、スキンっていうブランドで、これ全部リサイクルファブリックでできている、サステナブルなバスローブになります。すごく気持ちよくて、もうずっと着てたいんですけど、まあ、そろそろでも、春になるからもう少し薄手 のルームウェアも買いたいなと思ってます。マルシェに行く日はその後に試作もするので、腕まくりしやすい服っていうのが結構選ぶ基準です。だからよいしょ、今日は珍しい白シャツにします。で、パンツも、まあ、普段結構太めのパンツが多いですけど、長めとかでも、マルシェはちょっと下が汚れてたりして、汚れる可能性があるので、ちょっと短めのスリムしようかな。今日短めのスリムパンツ、本当にシンプルな格好にします。で、アクセサリーはどうしようかな。まあ、いつものスタメンのイヤーカフ、シャーロットシネのイヤーカフと、まあ、これまたスタメン のココクラッシュのリングにします。ブレスレット忘れてた。ブレスレットはどうしようかな。今日シャツだし、イヤカフの雰囲気に合うように、よいしょ、このカルティエのジャスタンクルフしようかな。で、マルシェに出発する前に、買い物リストを最終確認して、買いたいものを入れていきます。 OK、 よし、行くか。はい、準備できました、こんな感じです。イヤーカフもつけて、なので今日はこれからマルシェに行って、お野菜とかを買ったら帰ってきて、レシピの試作をしつつ、インスタライブを毎週木曜日に配信しているのでします。そんな感じの1日です。なので、まあ、ちょっと作業日っていう感じなので、本当にシンプルな服で、白シャツ、まあ、でもね、料理するのに腕がまくれるっていうことで白シャツと、暖かくなってきたのでトレンチで、細身の、デニムに、スニーカーです。こんな感じでいってきます。
はい、ということで、毎週木曜日マルシェに行く朝の GRWM を、撮ってみました。まあ、私も初めてこういう動画を撮ったのでのちょっとちゃんとできてるかわからないんですけど、いやいやこれ全然 GRWM じゃないよっていう方がいたら、コメントで教えてください。木曜日はマルシェに行って、その後プラントベースレシピの試作をしてっていう結構立ち仕事が多い日なんですね。なので、こんな感じでこうかなりカジュアルな格好をしてることが多いです。木曜日って私にとって結構特別な日で、こうやっぱりマルシェに行く日って朝からこうどんな野菜に出会えるかなってすごくワクワクしている朝でもあります。そんなワクワクの気持ちも伝われば嬉しいです。ではでは、またねー。